はい、おはようございます、カッツです。今回もね、休みの日の朝っぱらで、今回はね、山田の漁港に来ました。こんな感じだね。大島小島はこっちの方ね。で、定置網のダンベがいるというね、こういうとこです。今回はどうすっかな。今回はっていうか、もういいけど、しかしベタなぎだね。ね、全然波がねえ。こんな感じで。今回はね、関口に行ってみっかな。戻の旧山港があった方ね、あっちの方に行ってみっかなと思います。大きい道路、大きい道路っていうので、あんまりね、こう、変わり映えつが何もねえんだかもしんないけどね、そっちの方に行ってみようかなと思います。じゃあ行ってみるっすか。はい、ということでね、今回は、ビハンのとこの信号からね、スタートして、関口の方に行ってみっかなと思うんだけどもね、どういうかっつうと、なるべくね、懐かしい通りをね、走ってみてと思うんだよね。それで、懐かしいって言ったってね、区画が変わったっけね、ここら辺もこう、新しいんだよね、要するにね。で、ここ行くと次あたりが山田、元の旧山田病院が建ったとこね。ここらからスタートすれば分かりやすいかな。左側の方の白いのが元の山田病院ね。ここね、左ね。ここ右折していくと役場のとこ、役場の前通ってしょ。ハズマン様のとこね、梅の屋さんだったけどがあったね、役場の前通って公民館っていうか古民船だけがのあたり通ってね、アジサイがあったとこね、ここら後楽町かな、わかんないけど。で、一方通行道をね、そこ左折して、うわ、懐かしい、山港に行った時は通ったもんだな、この道路、自転車で、2年生まで行ったかな。3年生の時折笠の校舎だったっけね。と踏切に引っかかるという、待ってね、そこあれかな、よくで待ってっか。三鉄だったね。うわ、懐かしいな。まあ何回かは通ってっけどね、あらがら高校生以来っていうイメージだね。何十年ぶりって、本当に何十年ぶりだ。本当に何十年ぶりだな、ね、いやー、こっち側から来るって何回かはあっけど、本当に初めでちょっと極端だけど、懐かしいな。変わったね、だいぶね。
ここらさくってやだよね、北浜から来る通りがあるんだよね。ここがあっちがな。うわ懐かしい。なんだか家も増えたけどなくなったとこもあるような気がすんな。どこがどこなんだか分かんねえけどね、全然思い出せねえんだけど。うわあ、製材屋さんがあったっけか、忘れてんな。ここは北浜から来るとこだよね、あの橋のとこね。なんか日が立ってる。ここは北浜から来る方だね。うわー懐かしいな。西葛並木っていうのがあってね、だっけ2年生の時だったっけが、あのスズメバチに襲われたことがあってね、集団で。どこだっけな、忘れだな。ここら辺だったんだよね、そのスズメバチに襲われた、ここら出なかったかな、忘れだな。難しい。なんか木も減ったんでねえかな。こんな大きな木切るわけじゃねえだっけ、あんまり変わってねえんだ、変わってねえんだかもしれないけどね。でね、ここら辺に山口があったんだよね、左側にね。どこだったんだべ。今どうなってんだべ。うわ、なんか立ってる。ん？平安荘、福祉施設、老人施設、福祉施設、なんだ、わかんねえ。あ、山子体育館はある。あ、違うか？ん？わす、全然わかんなくなった。関屋かな、ここらはね。関屋と関口の境目が分かんねえんだけど、あ懐かしいな。こういう左側のこういう川が危ねえんだよね、大雨降ってたね。案外危ねえとこだかもしれんねんな、ここらはな。川意外と奥深いんだっけもね、ここは。上流の方でフライツと浄水して危ねえかもしれねえな、ここらな。なんか変わったよね、何度変わったか分かんねえけど、それこそ当時とは全く違うような気がすんな。会話だな。何が喋っかも考えてねえけど、だけど思わず見入ってしまうがね。よくね、神社の裏さこうなんて呼び出されたもんだけどね、先輩堂からね。ここね、右に行くとね、あれに水郡に行くんだよね、宮古市水郡。あんまりどこさもあるがね、ここだけわかんねえのはわかんねえんだけどね、わかんねえね、やっぱりね。
こっちに行くとね、あのお不当様なんだよね。お不当様まで行くか。お不当様をゴールにしてた方がいいなね。今回の動画はね、関口ね、山田の一番のあたりからスタートして、懐かしいコースをね、お不当様まで来てみたっていう動画でした。ここお不当様ね、ちょっとだけ撮ってみっか。お不当様、奥の宮まではごめんなさいだな。ねえ、撮ってみっか。ということだね、お不当様でした。まあね、あのほんの少しだけだったけどね、撮ってみました。奥の宮はね、ごめんなさいだね。ということで今回は関口までドライブしてみたっていう動画でした。またね、どっかもう一度行ってみっかなと思います。今回はこの辺までね。じゃあね、またね。